ウィリアム・ヒースは、アメリカ植民地時代のマサチューセッツ出身の農園主、軍人、政治家である。アメリカ独立戦争では、大陸軍の少将であった。ヒースは、その全人生を通じて、マサチューセッツのロクスベリーにあったヒース家の農園を根拠にした。ヒース家は1636年にその農園を始め、ヒースもそこで1737年3月7日に生まれた。 ヒースは民兵組織で活動を始め、1760年にはサフォーク軍の民兵隊隊員になった。1770年には大佐となり、その部隊の指揮を取った。1774年12月、マサチューセッツの革命政府はヒースを順省に任命した。1775年4月、ヒースは歴ントンコンコードの戦いの最終段階で、 マサチューセッツ軍を率いた。ボストン包囲戦が始まると、包囲に参加している民兵の訓練に明け暮れることになった。その後の6月に、マサチューセッツ政府はヒースを少々に任命し、新たに創設された国軍としての大陸軍では、巡将に任命された。1776年、ヒースはニューヨーク市の防衛軍に参加し、ジョージ・ワシントン将軍に、 ニューヨーク市を放棄しないように進めた者の,の一人となった。ヒースはロングアイランドの戦い、ハーレームハイツの戦い、ホワイトプレインズの戦いに参戦した。8月にヒースは大陸軍少将に昇進し、11月にはハドソンガーコーチ軍の司令官となった。この後ヒースは主に広報支援地域の指揮についていたが、1777年秋の サラトガの戦いの後で、ジョン・バーゴインの降伏に続く、競技の軍隊の世話をすることになった。1780年、ベネディクト・アーノルドの裏切りの後を受けて、ヒースはハドソンガーコーチ軍の司令官に復帰した。独立戦争の終了後の1788年、ヒースはアメリカ合衆国憲法を批准するためのマサチューセッツ会議の一員となった。ヒースは、 マサチューセッツ議会上院議員を1791年から1792年まで務めた。また遺言権認裁判所の判事も務めた。1800年、ヒースはマサチューセッツ州副知事に選ばれたが、結局就任を辞退した。ヒースは1814年1月24日にロックスベリーで亡くなり、ジャマイカプレーンズ、現在では、 ボストンの近号にあるホレストヒルズ墓地に埋葬された。マサチューセッツ州のマチヒースは彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。